我々が目指す、ね、その池田思想っていうのもまたこれまた広める一つの目標です。池田思想思想、うん、池田思想って何なの？池田先生の思想、それって何なの？仏法なの？もちろん仏法。どこが仏法なの？仏法根本の様々な。なんだかさ、社会的にこう受けのいい平和運動がなんかおちゃらちゃらやってればそれが池田思想じゃないの？まあまあ、通じるところはあるでしょうね。根本的な仏法としてね、大乗人は蛇を発して消防を立て、それが国を休んずるんであると。大乗人の仏法は立正の心に始まって立正の心に終わると。ここからどうなっちゃってんのよ、池田思想。私も池田先生も相当読んだけど、何言ってんのかやっぱり分かんない。戸田会長なら分かる。戸田会長の前週はレポートが、戸田会長の、ね、思想っていうのが具現化したのが池田先生。いや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 、そもそも示してないし、ね、池田さんも示してないし、2年間のブランクがあるわけですから、うん、断ってた。そうじゃない、だったら決まってんだったら、うん、もっともっと早い時期に慣れたやつおったからな、他にもな。いやーかわいそうだわ、本当に学会のそのいいようなシナリオにもうたぶらかされちゃって、一時は正しい仏法を学んだ時もあるのに、別にね、古い新しいのはね、どっちがええとか言わへんけども、うん、ね、その顔面孤老にもね、そこにだけ執着していく言い方も、これはね、一つの頑固でいいと思う。頑固は頑固でいいと思う、ね、で他をも認めない、これもまた一つの見方だと思う。で今我々がやっていこうとしているそういうあり方も、まあ、一つのね、石を投げたようなもんで波がこうさざ波のごとく伝わっていく、ね、そういうもんやと思ってる。ってことは何言ってるの？その多種多聞をそれなりに容認していきましょうって話。容認って意味がよくわからない。まあじゃあ例えば見越しを担いじゃってもいいんだよ、地域友好のためならと、資金な例で言うと、うん、そういうことはありってことですね。で実際やってるでしょ。やってるね、現にやってる、うん、で戸田会長はそれは絶対に許さなかったよね、うん、大将にも許さないし、見越しも許してない。そう、高専ルフの暁にはお見越しも担ごうぜって言うだからな、事実は、ね、それは高専ルフした時は書店前陣が戻るからですよ、うん、そんなところまで持ってちゃダメ、うん、それはもう肛門の筋目の混乱。岸和田のだんじりなんかでも同じやけどね、ね、同じというかやっちゃダメよ、あの消防徴収的にはとんでもないことで、皆さん何やっちゃうわけ。そうだから、むやみやたらやないよね。だから神社仏閣をあがめるんじゃないか。何を、いやでもその参加したら余動罪でしょ。いやいや、その余動罪というのが果たしてね、地域の恒例祭り、祭りっていうのはもちろん神に捧げるのが根本の行為ですよ ね、 ね、いわゆるどういうんやろな、それももう親族として地域に定着してることであれば参加してよろしいっていうのが公式見解、ね、うん、そう、学会のね、学会だけじゃなくて小中のね。ない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 、うん、ありませんよ、何で勝手なこと言うの、うん、勝手にそんな調べるみたいに言わないで。いやいや、ニッタズゲーだからそう言った、うん、いや、そんなことない。結構あると思うよ、調べて。いや、ないですね、そんなことない、うん、そんなね、おそらく学会がその都合のいいようにニッタ州の言葉を切り取って使ったんじゃ過ぎない、うん、そんなことありえない。ニッタかどうかは知らないとかね。いや、そんなことないでしょ。しかも例えばさ、大工のね、大工を歌うのもね、ほぼやって言った時代があったと。10万人下道霊賛、10万人も集めて、その場で何も下道、神を礼賛している曲をね、歌うのはいかがなものかって言ってんだよ、それ、うん、について言えば。むしろもっとひどい言葉の方言ってんですよ。下道霊賛って言うだろ。だから、うん、あえてそれを10万人集めたところにやる必要があるんですかと。いう問い方ですよ、大工について言えば。いやいや、そのもっと前です。そんなあのね、10万年の合唱とはずっとあってやん。いや、ね、ばっかりやってないじゃん。それね、我々があの時おったんかな、音楽祭。あの時まだおれへんかな。でな、音楽祭をやった時にね、指導部の
いわゆる年配の連中と子供たちと、あの大工を言語で歌う、ね、でそれをね、そのプログラムを先生にお届けした、ね、いわゆる第一ソムのやつ、ね、電話かかってきて、それ本山からフレームがついてるんです、うん、何年の頃、え、何年の頃、何年頃かな、昭和ね、何年、40年代、あ、じゃあ新田商人の時代じゃないですか。そうね、うん、その新田商人がだよ、その時代の、うん、その地域で定着してるその神輿担いでいいなんて言うわけないじゃないですか、うん、もう論理的に果たしてます。違う、そうじゃない、その後や、その神輿もね、容認する、そう、まあ、いや、じゃあそれは調べてみますわ。地域の祭りとしてね、参加するのは差し支えないんじゃないかっていう話は、うん、と学会の公式見解、うん、と同時に本山のそういうものがあって、こういった、うん、じゃあそれはちょっと僕は不勉強かもしれないから調べてみます。